カバンいっぱいになってこれ倒すと意味がなくなっちゃって最近できてね。言ってくれたらいいのに。ん？言ってくれたらいいのに。隠さなくていいじゃん、そのカバンいっぱい。あ、カバンいっぱいになったからクリアかと思って。これは多分トミーが想像するよりリアルなんだよね。今日も2回目ですけど、うん、はい、アバベルオンラインをね、うん、やっていこうかなと思うんですよ。で、トミーが16、僕が今20レベルですね。めちゃくちゃでっけえですもん。戦って死んだことある今まで？ないないじゃん。どうやっていくの？そのトライしてないじゃん。6月27日の月曜日、はい、20時から、うん、ゲームフェスの生放送に僕らが参加することになりました、はい。まあ、前にも軽く言ったと思うんだけど、あの正規三軍団として僕らが所属してまして、うん、で、はじめさんと、はじめ社長さんとヒカキンさんの三つどもえ合戦で、それ同じ部屋だよね。だからもう戦い、うん、で、確かあのその隊長の正規さんが10回ぐらいやられたらやべえから俺らが守るみたいな、頑張ってくれよって言われたよね。うん、目見てちゃんと言われたじゃん。うん、一緒に頑張ろう。いや、俺全クリしてるから大丈夫と思った。全クリとか、うん、したことないんだろうな多分。と見てくださってるその視聴者さんは参加できないんですよ、この戦い。あ、そうなんだ。うん、ただ6月13日よりゲーム内のショップ、うん、どこが勝つかを、あー、なるほどね、やって、無料投票していただいて、うん、その予想が当たった方には、はいはい、そのチームのリーダーのなりきりセットが当たる。いや、最強じゃん。ぜひそちらの方も参加してみてください、はい。まあ、前回よりもね、知識が増えてるってことで、うん、やってみていきたいと思います。はい、ね、ちょっと強いとこ連れてってよ。そうなんだよな。生息するモンスターリーフリザード3体、オーク3体、エミュー4体をここにいるから倒していけばクリア。どれ、リーフリザードって倒せばわかる。あ、そうだ。うん、ここにいるよね、弱っちゃうやつ。じゃあそうで、俺もいるよ、見て、わかるねえ。え、なに、振り返らないの？俺もいるでしょねえ。もういないよ。え、待って、もういないようで。なんでお前正金さん軍団って書いたの？正金さん軍団だから。え、俺は俺で正金さん軍団。俺は知らない。だっているの、いるでしょ俺。カントでも無所属。それ本当の俺だからね。いや、すごい寂しいんだけど。だから先に伝えるぐらいの勢いじゃなかったな。え、伝えた伝えた。で、トミーに「いいなよ」って言ったんだもん俺が、うん、ID 早く「いいな」って言われて、俺は ID ってどれってカント聞いてる。うん、で俺教えたじゃん、これでこうしたらいけるよって、うん、俺のって犯人さんですよ。俺だけこれちゃんと言わないと。俺何軍団に入れてない。だったら四つどもえになるとこだからね。いいからちょっとクエストやろう。でもやっぱりまだ上の階に行くとこは出てないな。本当によくできてると思うよ、俺が言うのもなんだけど。じゃあ、あの俺そこそこやってるからこういうのね。あの、でも俺スマホゲームってやってなかったでしょ。まあ、あんま携帯いじってるイメージだよね。そう、ただだからやるとハマっちゃうってなんのよ。うん、据え置き型はめちゃくちゃすごいのは知ったけど、うん、携帯がどこまで作り込まれてるか。まあ、まあ確かにそうだね。40レベルで僕らは向かいましょうか。俺でも分かんないよこれ。倒すだけで俺が40になるわ。じゃあ俺は19じゃん。20だよ。酒飲めない年齢ぐらい。ということで僕ら備えます。うん、一応もしアバベルをやってる方いらっしゃいましたら、うん、あのアドバイスなどをください。いや本当そう、絶対トミーが俺より強くなることはないっていう状況が生まれてるから今。弟子を俺が取るっていうなんか、うん、弟子を取ってのにカンタが公認じゃないっていうね。そう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 、おかしいよな。はい、ということで、うん、今日は、アバベル2回目やってみました。はい、ちょっとね、次が多分ね、豪華なので、はい、ぜひ皆さん次にぜひチェックしてみてください。はい、ということで以上、今日サブちゃんでした。ありがとうございました。